皆さんこんにちは。車のおうち4人家族ファミリーバンライフです。車のおうち4人家族、我が家は宮崎を後にし鹿児島へやってきました。鹿児島といえば、そうです、桜島。桜島に近づくごとに感じる溶岩の感じ、大地のパワーを感じます。人って住んでるのかななんて話しながら見ていると、たまにこんな風に朽ちているお家がありました。そして噴火が気になる我が家、噴火レベルを調べてみると、この日はレベル3と出ていました。レベル3では問題がない様子ですが、なんだかドキドキしてきた私たち。とりあえず今日泊まろうと思っている道の駅へ。すごい大きい大根に会いました。びっくり、こんな風に生えてるそうです。おととい宮崎でも大寒波の影響で雪が降りました。今日もちらちらと雪が降ってまいりました。噴火レベル3でビビる我が家、そして寒いかもねとビビる我が家。道の駅桜島を後にして市内へ行くことにしました。同じ鹿児島といってもぐるっと回らないといけません。ラーメン好きの我が家、鹿児島に行ってラーメンを食べます。ラーメン屋さんではだいたい日和が計算してくれます。お肉食べないから担々麺の味噌別添えにしてもらいました。グルメレポートお願いします。お、味噌ラーメン。かなり濃厚なごまの感じで、ごま作ってる量が多い感じでいい感じです。麺はどうでしょう。鹿児島市内の城山公園に着きました。展望台です。トイレありました。あ、塩素の匂い。最後丼が見守ってます。安らぎん、カゴンマのトイレを使ったモンセ。このトイレいっぱいあるね。あ、すごいすごい。キラキラ。わあ。すごい街です。城山公園からの眺めです。木がすごい本当に。おはようございます。鹿児島の白山公園で目覚めた我が家です。すごい大きい木がたくさん生えてて、ちょっと不思議な場所です。市内からもとっても近いです。昨日の夜は見えませんでしたが、桜島がめちゃめちゃ綺麗に見えます。桜島は生きてます。あれみたいじゃないインフィニティじゃなくてテカ。そのマグマシャーの吸収で全部浮かしたの？すごいよね。マグマで。どこかわかんないんだけど。サザン九州は南九州ってことだね。だけどどのぐらいの？結構前だからビルディングとかなかった時かな。そうだね。26,000年前。ビルディングないね。これすごくない？見て。いちご狩りしたいよね。調べようか。すごい立派なゲートが入りたい。家の中より暖かいでしょ、外の方が。え、そう？また大きい木。言わないで、やらないで、私も。もし灰が降ってきたら灰を集めて、灰を入れる袋に入れてきれいに置いてください。猫ちゃんいました。ハロー。見てる。我が家のレオちゃんがいるのはこの先です。結構きつそうです。さすが。最高だね。ジューシーだし、ビタミン C だし。White wing. Windows down, scattered clouds, smell of spring. Gone. Side. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away.If all I have is you, then I'll be just fine. I've got dance with us. Wow. Only 70cm. 鹿児島来て初の温泉です。友達から勧められて福助温泉にやってまいりました。駐車場もかなり広くて、キャンピングカーでもいい感じに止められます。福助温泉行ってみたいと思います。タトゥーでも入れるとのことで、サウナも2種類。なかなかない体験だね。久しぶりの家族風呂です。初めてのパターンでみんなキョロキョロしてます。キョロキョロしてる。はい、止めて街を練り歩きたいと思います。天文館、それで本家白熊、興味あるな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか、パンケーキの感じは。クリームつけてちょうどいいぐらい。グラノーラと一緒に食べると。うん。覚えててくれてさ、嬉しいな。あるじゃん。いつもですね。そういうのあると嬉しいじゃん。そういうのをなんか自分もやってったらいいよね。仕事でもそうだし、人とのコミュニケーションも。ここなんだけどね。あ、いい感じの。こちらなんとセルフサービスの飲み屋さんとなっております。お兄ちゃんが手慣れた手つきで作ってくれました。子供たちも冷蔵庫から自分の好きな飲み物を取りました。そしてこのサーバーがまた面白い。奥にやればそうだ、手前がハイボール。どういうシステム？了解です。ありがとうございます。楽しい。ようこそお邪魔します。すごい鳥刺し。面白い。召し上がれ。鹿児島にやってきましたね。お兄ちゃんがいます。YouTube 顔出し大丈夫ですか、お兄ちゃんは。全然大丈夫。鳥刺しで食べるの初めての2人、ドキドキの瞬間です。どうどうでしょう。初どうですか。そしてこの後旅の間に何度も鳥刺し食べたいというほどの好物になりました、なんだっけ、軟骨のトロトロに。マジかマジか、早よ言えや。大丈夫大丈夫、あ、さっきパンケーキ食べて普段キャンピングカーの中では食べないようなものをたくさん食べれた鹿児島の味、お兄ちゃんありがとう。すごいな、チャレンジャーだわ。本当一瞬表情が曇ったけど大丈夫、美味しいんだ。美味しいは美味しいでしょね、心臓って言われて美味しい。心臓レバーじゃん。レバーこっち。どうぞ。どう？好き？よかったね。ウインナー。画像入るともうちょっとかけたくなるからね。めっちゃしょっぱいかもよ。ドアを開けないと入れない洞窟の。何やってんの。やっぱ今自分でやってるじゃん。そういうのを出せる。今夜ありがとうございました。使い古しのマスクで送れば。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。また来たいね。美味しかった。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、ありがとうございました。こちらもチェックしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。やかばんやかばん、こちらこそ。顔でか。鹿児島中央駅の街中で寝ます。ね。俺映してる今。うん、飲んで3分後に寝れるねこれ。昼から眠れました。今日の鹿児島中央の一泊代は1000円でした。かわいい。煙？みかん。Hi, I am Kachan. Thank you for watching our video. Please like and subscribe to our channel. See you in the next video. Bye. 車のおうち4人家族。